はい、ガイスイーツのウェイドも皆さんこんにちは、のりとかです。今日は、急遽銀座に来ました。すごい発表がありました。 C80 ですね、 EOS C80、 EOS C70 の後継機として、出た新しいカメラのタッチ&トライが始まるということで、タッチ&トライがあるということなので、もう急遽銀座に来ました。もう正直触りたくないぐらい欲しくなるのは分かっているので、まあちょっとぜひ触って試していきたいと思います。それでは行ってきます。もうおなじみのキャノンです。キャノンフォトハウス銀座です。いやRF2870 の F2.8 の STM がありました。これはちょっと気になる。普段結構動画とかもう、はい、仕事で出るんですけど、結構 C70 ユーザーには嬉しい進化みたいな。いやもうもうモリモリに詰め込ませていただいて、もうやめてほしい。惑わせちゃって。なんでこの C70 の、まあ、ほぼほぼ C70 の筐体に念願だったフルサイズを載せるんですか。本当やめていただきたい。お財布が本当に。メニューはでも基本的には変わらないですもん。普通にシネマイオス。変えないですね。まあ一部機能がやっぱ増えた関係で、まあメニュー階層ってもちょっと変わったりしてますし。ああ、なるほどなるほど。あとは縦取りの UI が新しく入ったりとか。そうなんですね。このダイレクトタッチコントロールが、はい、まあ横しか今までなかったと思うんですけど、このあたりが縦取りが入ってきたりとか。あとは AF 系の設定が結構まあ増えたっていうか、いわゆるミラーレスの位置を継いでちょっとアップデートしたので、はいはいはい、そのあたりが少し変わってるっていうところですね。ってことは縦取りをしやすくなったし、まあ、フォーカスも少しいろいろ触れるようになった。めちゃめちゃ良かった。もう本当にやめていただきたい。で結構C70 すごく使われている方は、はい、この形が好きじゃないですか、はい、このスタイルが好きじゃないですか。はい、そうです。やっぱそこを大事にしながら、はい、細かいところにはなるんですけども、はい、例えばジョイスティックの形状変更で斜め移動がしやすくなったりとか、あとはジョイスティックもともとここだったと思うんですけれど、そうですね、こっちに動かしてこのホールドした状態で触りやすくっていうようなところに変わったり、あとはパネルのロック機構がついたり、そういう細かいものはやめていただいてもいいですか。そうですね、もうそこですよね。工事候補に4分の1したりとかが、まあ大きい。ちょっとサイズが大きくなってるんですよね。Wi-Fi が内蔵した関係で、高さ方向がちょっと上がった、ちょっと上がったぐらいですね。奥行き方向ほとんどない。なるほどなるほど。で、まあ SDI 推定ですので。そうですね。ちょっと待ってくださいよ、これ。モニター良くなりました。なりましたよね、これ。ここヒンジというか、ここ良くなりました。というか、まあ、全体的にモニターの構造を見直してます。ちょっとね、やっぱりここのガタつきというか、ここが気になってはモニターパカパカ問題そう、あれあったのでマジか。さすがに400は難しいなと思ってたんですけど、まさか80が出るとは思う。悩ませちゃいますね。なんか今年キヤノンってボディめちゃめちゃ出してる。そうですよね。で動画系もね、結構いけるみたいなミラーレスの機能拡充があって、そうで、そう、あ、5マーク2は見送ったんですよ。まあすっごい魅力的ではあったんですけど、現状多分 5C でお仕事は全部対応できるし、5、まあやっぱりスチールキーとしての方がちょっとやっぱり寄るじゃないですか。動画の性能もすごいんですけど、R5 Mark II はもうよしする、大丈夫って言い聞かせて、でいやもう大丈夫、 C70 と5 Mark II で、あ、じゃあ R5C で全てをお仕事をこなせて大丈夫だって納得してたんですよ、つい数日前まで。そしたらこん、いや
やーこれはきちいね。欲しい。C80 触ってきました。やばすぎる。あのカメラはやばすぎる。めちゃくちゃ欲しい。すごいです。ちょっと後でゆっくり感想を話したいと思います。 EOS C80 最新のシネマカメラを触ってきました。タッチ&トライでがっつり触らせていただきました。あのカメラはマジでいいですね。ちょっと本当試す前から気づいてはいたんですが、まあもともと僕が C70 ユーザーでもあるのでその汎用性は十分に理解しているんですけど、まあ、それに念願のフルサイズセンサーが搭載され SDI であったりいろいろと新しいこうあったらいいなみたいなものがどんどん追加されてめちゃくちゃいいカメラになってました。で C70 だと、まあ、スーパー35なのでスピードブースターを使用してフルサイズ換算での利用をしてたりします。広く撮りたければスピードブースターを利用して EF の1635とかを使ってより広く撮って明るく撮るみたいな仕様が一般的ではあるんですけども、それがもうフルサイズセンサーを乗せたことによってもう RF レンズが全てフルサイズで使えるということでめちゃくちゃいいですね。ここから細かいアップデートなんですけど、めちゃくちゃ良かったのがモニターですね。やっぱりソロでワンオペで撮っていると別モニターってつけないんですよ。あんまり C70 ぐらいで大きくなるとシチュエーションによりますけど、ワンオペだったら基本的に僕はつけないんですね。そうなった時に輝度がちょっと上がってたりとか、ちょっとですねあのジョイントというか正直 C70 ちょっとガタつくんですよ。ちょっとガタつくんですが、それが改善されてたりモニターにちゃんとストッパーがついてる、閉じた時にカパカパしない、ちゃんとストッパーがついててカチッとはまって止められると、ちゃんと閉まるというすごい細かいところ、あとジョグダイヤルが最近の R シリーズ EOS R のシリーズで使われているダイヤルに変わって、その辺もそのあたりはすごい使いやすいダイヤルになった、要は斜め方向に押しやすいっていったところもう変わったっていったところで、もう細かいところこうして欲しかったっていったところが全部クリアされてるんですよ。でサイズ感はほぼ横はほぼほぼ一緒、縦が SDI とかイーサネットとかのちょっと大きくなったっていう話なんですけど、あれはやばい。正直 EOS システムを使ってる僕としてはめちゃくちゃいい。本当にめちゃくちゃ欲しいです。そしてですね、あのプライムレンズ、シネマ用のプライムレンズ 50mmT1.2 か 1.3 のやつですね、あの大きいマニュアルレンズなんですけど、それもちょっとせっかくなんで試させていただきました。あれはやばい、マジで。もうその組み合わせは本当に映像が綺麗。モニターで見てるだけでもう付け替えて外を映した途端にすっごい綺麗でした。びっくりした。あれはめちゃくちゃいい。でマニュアルフォーカスもちゃんとマニュアルフォーカスガイドがつくんですよ。すごく使いやすいマニュアルフォーカスガイドがモニター上に表示されてて、それでうまく合わせられる。もうほとんど僕マニュアルでやらないんですけど、そんな僕でもマニュアルフォーカスが綺麗に合わせられる、スムーズに合わせられる。さっきからやばいしか言ってないんですけど、あのレンズとシネマレンズと C80 の組み合わせはもう本当に怪物級です。マジですごいいい。一応今の僕の中の結論としては、非常に購入したいけどもちょっとステイです。現状の僕の C70 の稼働率は R5C よりも低いっていったところが大きなところかなと思います。まあやっぱりね、いい機能とかいい、もうフルサイズセンサーとかすごく魅力ですが、一旦は見送ろうかなと思います。まあ品薄になる機種ではないので、 C70 自体も結構今家電量販店さんとかで取り扱ってたりするし、まあそこまで
急がなきゃいけないものではないなと個人的には思っているので、ただもう買い替えるとしたらあれ以外に考えられない、非常に非常に素晴らしいボディです。まあ、C70 の買取価格を見て本当これ以上下がるんだったら要検討かなと思います。 C70 自体も非常にいいカメラなので、要検討しながら様子を見たいと思います。ああ本当欲しいな、めっちゃ欲しいな、あのカメラすっげえ欲しい。頑張って稼げばいいんですよね。はい、頑張ります、仕事頑張ります、仕事頑張って稼いで、あ余裕だよつって言って帰るようなぐらいまで頑張ります。個人的な愚痴レベルにまで、なってしまいましたが、この動画が良かったと思ったらぜひLikeボタンよろしくお願いします。並びにチャンネル登録、インスタ X とぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!